いやー、切ない圭介だよ。今回、箱庭の歌やっていきたいと思います。パート12だったかな。もう12まで来たんじゃ。一つに一回だったらもう1年分経ったわけです。そんなんどうでもいいけど。ははは、そう。2週間前の定期生放送つか、前回のパートを見てない人にとっちゃ、この状態になんだって思うけどね。あらすじ、青りんごゼリーをかけてサッカー勝負しました。夏行きが思いっきり点を入れましたが、伊月に殴られて夏行きこんな状態になりました。以上です。冗談をよしてくれよ、夏行き。茶番やってますね。お前がいなかったら、俺たちの青りんごゼリーはどうなるんだ。お前なしに、どうやって青りんごゼリーを守れって言うんだよ。おい、夏行き。なんて、卑劣な奴ならの。青りんごゼリー欲しさにこんなことするなんて。あとね、今夏行き倒れとった犯人、伊月ですね。こんな顔してるけど、犯人、伊月です。めちゃくちゃジョジョっぽい顔してる。なんかジョジョにできそうな顔してるんですけど。いや、お前、誰のせいでこうなったと。漢字細胞作業人はんにゃはらみた。毒系すんな。あ、戻った。給食後の胃に、伊月のアッパーがクリーンヒットし、夏行きは戦闘不能になった。これ、ちょっと補足しておくと、5対5でサッカーしようんやけど、夏行きが相手チームに10点ハンデとして与えたんですよ。10点やったっけ ?15 点かだったかな。15点入れ上げたんですよ。で、夏行きが序盤1人で10点取るんですよ。で、その状態で今のアッパーで夏行き死亡。5点差のまま勝負が続く。かけるものは青りんごゼリー。負けたら青りんごゼリー取られます。15点ですね。あ、そうやな、15点か。5点差って言おったもんな。今5点差。夏行きがいないとなると5点差なんて埋められるわけがない。一気に勝利への道が閉ざされた。どうする、どうするも、こうするも、それもこれも全部伊月が悪かったわね。しょうがないでしょ。ごまかそうとお前お経読みやがって。この野郎、青りんごゼリーお前の分だけにしとけ。お前、俺らのはやらんぞ。しょうがないことなんて一つもない。どこがや。いや、伊月が殴らんかったら別に受け取ったけんな。まだタイムは継続中だ。何か言う案はないかと考えあぐねていると、相手チームがこっちに向かって歩いてきた。よう、提案があんだけど。提案？夏行きがいないならハンデの15点をなくしてやってもいいぜ。つまり10対0から始めてもいいってことか。そう、悪い提案じゃないだろう。残りの4人めちゃくちゃ舐められとるでないか。10点ぐらい夏行きおらんかったらひっくり返せるぞって言うようなもんやし。めっちゃ舐められてるぞ、おいね、りょうすけら。随分と舐められたもんね。まあ、そっち4人だし、半分は女子だしな。って言ったって、甘好きだろ。条件は、夏行きが回復しても復帰させないこと。なるほど。いいじゃない、10点もくれるって言うのよ。ありがたく、提案に乗せてもらおうじゃないのよ。まあ、そうだな。コートの外で横たわる夏行き、視線を向ける。はははははは、あばばー。なんかちょっとさ、ケンシロウにやられた時のモブみたいなことを声言おうよな。ヒデブーみたいな、あばばー。大丈夫か、夏行き。あれはダメそうだな。夏行きの回復を待つより、提案に乗った方が勝てる可能性は高そうだ。わかった、提案に乗るよ。よし、オッケー。ふっ、せいぜい余裕ぶっていればいいわよ。すぐに吠え面かかせてやるわ。この窮地はお前のせいなのに偉そうだな。てん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 、みんな目が死んでる。目がいってるって。ちょうど俺コメント言わずに目が死んでるって言うたのに、視聴者さん目がいってるってコメントしとる。ちょっとタイミングが良すぎへん。ということで、相手のスローイングから試合再開。よっしゃ、行くぜ。すぐに攻め込んでくる。伊月、
戦うマーク。え、あ、うん。小鳥さんは小鳥ちゃん、それはあれかね、風林火山の山かね、動かざること山のことしかね、え、武田信玄かすごいな、小鳥ちゃんが一歩も動かんし、びっくりとも動こうとせんぞ。小鳥さんはさっき夏雪に言われたことを守って、ボールを持っている相手にひたすら駆け寄っていく。あ、駆け寄るようになんだ。山、動かざることは山のことしではなかったんやな。よかったよかった。しかしすぐに突破されて、おやふっざっははおい、お前、おい、おい、お前、久しぶりにこのゲームやったっけ、お前の名前忘れたけどさ、お前なんで名前だったっけ。あゆむか、あゆむじゃ思い出した。お前、お前さ、そうやな、頑張れああ、もう1点すぐにシュートを決められてしまった。すまん、まあお前やけんな、うん、いや大丈夫大丈夫、最初からアイムが止められるなんて思ってないしそれはそれで心が痛いな。どうする涼介、このペースだと10点なんてすぐよ。残り時間はあと10分、1分で1本入れれたらおしまいだ。なるべく自分でパスを回して時間を稼ごう。そうね、という作戦だったが、キャッキャッ、悪いな、おい、ラフプレーが過ぎるぞお前田中、おい田中はラフプレー過ぎるぞお前。お前さ、稲妻イレブンのあのモヒカンのやつ、名前忘れてもモヒカンのやつ、不動じゃ、不動みたいなことするなお前。お前ジャッジするとか使うなよ、審判がおらんけんってジャッジするとか使うなよ。お前パスはすぐにカットされ、そしてそのままシュート、歩む歩む反応できなかったっていう顔するなお前、飛びつけ飛びつけ追加点をいられてしまった。すぐに試合再開、その後も簡単に3点練習され、得点は5点差になった。まずいな、1点取るのに1分かかってない、人数も1人少ないし、アイムはポンコツだしまあポンコツやな、まあどれくらいポンコツかって言うたらさ、あれやな、あー、なんだろうな、お置物やもんなアイムを例えるなら置物やけんな、熊の置物やけんなどうしたものか、一人で頭を抱えていると小鳥さんが近寄ってきた。涼介、何、全部同じ人が点取った。お、え、言われて気づく、どういうこと。確かに点を決めてるのは全部大杉だ、サッカー部なんかな、うん、全員で大杉を固めよう、囲めば点を取られないかもしれない。なるほどね、じゃあ私と涼介と佐藤さんで大杉を囲みましょう。小鳥でいい、え、名前、あ、うん、試合再開、囲め囲め、大杉を囲め、囲め囲め、カゴの中の通りはこっちからのキックオフだったが、すぐにボールを奪われるザコメへへ、でもこうすれば点取れないでしょ。いくわよみんな、なぜお前が仕切るのか、ザザー、みんなで大杉を囲む。しかしそれ非常にもディフェンスしなきゃってことだけど、分かってる。あ、ボールを持っていた田中はこっちを無視してそのままゴールで進んで、おりゃミラクルシュートは田中シュートパス、ピッピーッ、簡単にシュートを決められてしまった。当たり前やろが、ひどいだけ固めてもダメだ。はい、ところで歩むはところで歩むは、歩む雑魚すぎてもうカメラにも出てこんようになってきた。カメラに教えて、カメラに収めてももらえるようになってしまった、歩む。そして小鳥ちゃん、今のはない小鳥ちゃんがすっごい残念な顔してる。ごめんな、俺が止めとったらよかったやけどさ、涼介が聞かんでさ、なんでこっちを見ながら言うのよ、気づかなかった、あんたも同じアホじゃないの見てみろよ、コートの外で夏雪が大爆笑してるぞ。バッカ見てー、お前元気やな、お前元気やな、意外とムカつくわね、
あいつが倒れなければこんなことにはならなかったのに。いや、お前のせいだからな。こいつらなんかすっごいノリがいい。なぜゆきの日頃の行いが悪いせいよ。それは否定しきれないけど。涼介、伊豆木と話し込んでいるとまた小鳥さんが話しかけてきた。ん？私こんな言葉を知っている。え、何だい？何よ。攻撃は最大の防御。おお、いいこと言うでないか小鳥ちゃん。いいこと言うけど、いいこと言うけどさ、うん、胸おっきいな。セクハラ、セクハラ、突然のセクハラ、突然のセクハラですよ。え、うん、よく聞く言葉だけど、守ってみても点を取れるなら攻めた方がチャンスあるかもしれない。いいこと言う、いいこと言うぞ小鳥ちゃん。おっと、伊月ポカンとしてるよ。ちょっとお前頭がついていてないんじゃないかな。え、そうなんみたいな。そういうもんなのみたいな。まあ一理あるわね。そうだな、どうせ守っても点取られるなら攻めた方がマシかもな。試合再開。とりゃー、一気に攻めるわよ。叫びながらドリブルで駆け込む伊月。その特攻能力はかませ犬。かませ犬って言ったらあかんな。だがすぐに田中が近づいてくる。ディフェンス田中だ。その時だった。伊月、こっち。小鳥ちゃん、え、早く。ブス。伊月からボールが小鳥さんに渡る。涼介。うん、小鳥さんがこっちに向かってボールを蹴ってきた。ナイスコンビプレーだ。田中と大杉はそれぞれ伊月と小鳥さんの近くにいたから僕はフリーだった。そのままドリブルで突き進んでいく。とはいえまだディフェンダーが2人にキーパーもいる。さすがにこれを一人で切り崩せる力量はない。時間を稼ぐか。田中も大杉もこっちに走り寄ってきて4人で僕を囲む体勢を作ってくる。まずい。このままボールを捉えるわけにはいかない。だが相手ゴールまでは距離があったが、僕は思い切ってシュートを打った。ポンチシュート。覇気があった割には名前が悪い。ボールはゴールの枠を捉えることなくコートの外に消えていく。残念でした。キーパーがボールを取りに行くまで少し時間がかかる。小鳥さんが伊月をこっちに近寄ってきた。どこ蹴ってんのよあんた。しょうがないだろう。でも今さっきの敵チームみたいだった。え、みんなで一人を囲んでた。あ、確かに涼月があそこで伊月にパスしてたら伊月が点決められたかもしれない。え、私？次はそれやってみよう。おっと、小鳥ちゃんがどんどん司令塔みたいになってきてる。小鳥ちゃんめちゃくちゃなんだろうなんだろう、なんて言うんだろう、観察眼がいい。観察眼、小鳥ちゃんめっちゃ観察眼いいぞ。どういうこと？小鳥ちゃんちょっとシックスセンスを覚えた。そう言って小鳥さんが自陣へと戻っていく。自陣へと戻っていく、うん、それを見送ると伊月が僕に話してくる。待って、歩は知らん。聞いた？涼介、伊月だってさ。ああ、うん、呼び捨てよ。慣れないしいいわね。まあね。ま、別にいいけどさ。え？ほら、さっさと戻るわよ。うん。相手の攻撃からの再開。そのまますぐに点を決められてしまう。4点差じゃなくて3点差か。点数差は3点。小鳥さん。ん？いや、小鳥って呼ぶわ。あんたもこっち呼び捨てにしてるし、いいでしょ。こくり。よし、オッケー。じゃあさっきのやつやるわよ。わかった。え、なんなんお前ら。さっきのやつって何？え、お前ら必殺シュート覚えたん？必殺シュートでなんなんあれ。バタフライドリームとか使うん？何ぼーっとしてるのよ、涼介。あんたが敵を引きつけないとできないんだからね。うん。二人のやりとりを見ていたら、次呆然としてしまった。
歩いていく二人を僕は呼び止める。あのさ、僕にも考えがあるんだけど。ん？どうした凌介？ジェネラル凌介、ジェネラル。多分今の小鳥さんの作戦って一回しか通用しないと思うんだよね。そうね。もしこっちがその作戦で1点取ったら、相手はもっと本気になると思う。つまり？それなら今の作戦を実行するのはタイムアップギリギリにした方がいい。なるほど。でもそれまでどうやって時間稼ぐのよ。まだ4分はあるわよ。4分か。3点差って言おったけん、もうこれでもまだ1分に1本決められたらおしまいやもんな。さっきシュートを外したとき、キーパーが遠くまで取りに行ってた。だからシュートをするふるして、わざと見当違いの方向に蹴り飛ばす。相手のゴールキックから始まればこっちはすぐに点を取られてしまうことだろう。でもまだ3点は余裕がある。時間稼ぎして同点になった時が勝負ってことね。うん、いいわ、やってみましょう。ブーン。うん、キックオフ。運命のキックオフ。凌介の作戦は成功するのだが、さっきと同じように伊吹がまず敵陣に切り込んでいく。同じように田中がそこに詰め寄る。田中、お前田中もやって、めっちゃ名前だけやけど顔出てほしいぐらいに目立っとうぞ。お前どんな顔しとんや田中。もう引かんか。おい小鳥。伊吹のパスが小鳥さんにつながる。そのまま小鳥さんはまた僕にボールを回してきた。よし、あたかもゴールを狙っているかのように顔でどんどん攻めていく。案の定敵チームが僕を取り囲んでくる。うりゃー、あータイガーシュート。なんか聞いたことある。全力でボールを蹴る。ゴールの遥か上を飛んでボールが遠くまで飛んでいく。場外ホームランだ。やったぞ凌介、1点取ったぞ。場外ホームランだぞ。野球だなそれは。キーパーがそれを取りに走っていった。うわ、凌介めっちゃケチくやん。凌介ひどいぞ。ボール思いっきり蹴っとってキーパーに取らせに行くんぞ。凌介すっげえケチくだ。戻ってくるまでだいたい20秒。20秒ってやたら遠くに蹴ったな。相手のゴールキックから点を決められるまでが。ねえピキー。久しぶりに歩夢出てきた。あ、もう歩夢出んかと思ったよ。もう歩夢枠終わるまで出んかと思ったよ。よかったなお前、出させてくれたよ。こっちもだいたい20秒か。同じことを繰り返し点差はどんどんなくなっていき、スパーン。くそとうとう残り1分で同点になった。すまん、みんな俺が不甲斐ないばっかり。遠すぎてゴールを決める描写がないだと。本当だよな。ゴール決める習慣がないのはちょっと残念ですね。全然問題ないよ歩。歩はそのままの歩でいいんだよ星。ありのままの歩。うむ。でもな歩、ちょっと言っていいかな。歩って漢字、歩くで歩って書くじゃん。歩くって漢字を使ったゲーム他にもあるんだ。将棋だ。でもね、将棋はね、どんどん自分に攻めていったらね、と金になってね、金の動きをするんだよ。ああ歩む、ゴールにゴールキーパーばっかりやってるからと金になれないんだ。ザッコメここからが本当の戦いだ。3人でハーフラインまで歩いていく。さすがに同じことを繰り返してるからカットされるかもしれない。どうすんのよ。一工夫増やそう。僕から行く。次はいつ来て、そこからは今まで通りで。うまくできるの？とりあえずやってみよう。キックオフ。僕がドリフで攻めていくと、相手チームは少し意外そうな顔を見せた。やっぱりずっと伊吹、小鳥さん、僕という流れだったから、敵は僕たちをそれぞれにマークするつもりだったんだろう。敵チーム全員が困惑気味に動き回る。やったじゃん凌介。よし、伊吹のマークが外れた。伊吹、渾身のパスが光る。伊吹とボールを蹴る。それを追う2勝にして、敵チームが伊吹に寄っていく。伊吹はボールをすぐに小鳥さんに回し、
その小鳥さんもすぐにまた僕にボールを回してきた。いける。涼介、お BGM かっこいい、 BGM かっこよくなったよ。行くぜ。僕のマークが手薄になる。このまま攻め込んで自分で決めるのもありだな。そう思いながら突き進んでいると、その勢いにつられるように敵が僕に集まってきた。完全に思惑通りに動いている。計画通り。よし、ボールを伊豆に回す。私か。そんな顔をしている。伊豆は完全フリーだ。くらえ、伊豆プリティラブリーショット。伊豆の渾身のシュートが相手のゴールへと飛んでいく。パパッ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 。だがしかし、カコン。ボールはポストに当たって跳ね返った。こんなオチだろうと思ってました。伊豆さん、伊豆さん、あなたは決めてくれる人だと思いました。まずい。あ、すぐにボールを追う伊豆。敵もボールを追いかける。どっちか先に追いつくか。エズキ、決めろ、と、その時、うわー、アユム、俺の話聞いとった？俺のトキンの話聞いとったけん。アユムがトキンになりに、相手の陣地に入っていこうとしてる。アユム？キーパーのアユムが敵陣近くまで走っていってきていた。りょうすけー、パスを繰り出すか？僕の名前を呼び、思い切りボールを蹴る体勢に入る。アユム。その歩むが、その声が聞こえたせいか、敵チームの面々は僕を取り囲んだ。アユム、ナイスファイトだけど、これじゃ無理だ。しかし、みんな忘れていた。僕さえも忘れていた。アユムの運動神経が皆無だということを。蹴られたボールは僕じゃなく、出た、小鳥ちゃんだ。誰もマークしていない小鳥さんの足元に着地する。ナイスパスだ、アユム。お前は今日からトキリン。いっけー。敵ゴールはすぐ近く。キーパーが小鳥さんに走り寄ってくる。この顔、小鳥さんを冷静に振り切り、シュート、小鳥バーストストリーム。入った。見事ゴールを決めたのだった。タタ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 タ。同時に授業終了のチャイムが響き渡る。勝ったの？入っちゃった。勝ったー！ジャイアントキリングやー！ジャイアントキリング起こしたぞー！奇跡の逆転勝利ー！わー！大声を上げて、伊豆が小鳥さんに走り寄っていく。勝ったー！笑顔。あは、やるじゃん。笑顔のまま小鳥さんの手を取ると、伊豆はその場をぐるぐると回り始めた。勝者の演舞。これはもうもはや勝者の演舞であった。つられるように小鳥さんもぐるぐると回る。まさか本当に勝つとは。歩む、ナイスアシスト。お前は今日からトキンだ。まあな、俺にはたまには俺もやるだろ。まあそういうことにしてやる、おくよ。 We are the champion。 いやー、いや、素晴らしいよ、諸君。あ、拍手しながら、夏行きへ歩み寄ってくる。友情、努力、勝利、すべての俺の思惑通りだな。ほら、見てみろ、あの二人の姿を。二人はまだ、ぐるぐる、回り続けていた。二人とも、楽しそうに見えた。が、おえぇ、回りすぎだお前ら。三冠機関弱いのか。おえー、
気持ち悪い。回りすぎたのか、二人して地面に倒れ込んだ。おいおい、さっきの夏雪じゃないか。気持ち悪そうだな。だな。しかし倒れ込んだ伊豆木は、ぷなぜ何かが壺にはまったのか、大声で笑い始める。どうかした？いぶかしげな顔で伊豆木を覗き込む小鳥さん。いや別に。起き上がり、土を払いながら伊豆木は小鳥さんに向き直った。あんた好きなものある？アイスだと思った。小鳥ちゃんアイス好きなんですわ。ふーん、じゃあ美味しいチョコ知ってるから放課後食べに行きましょう。私とあんた以外誰がいるのよ。わかった、行く。あ、そう。じゃあこの辺で一番美味しいところに連れてってあげるわ。それは楽しみ。これは僕が見る小鳥さんの初めての笑顔だった。よかったよ、よかったよ。サッカーを通じて2人が仲良くなる、いいですね、青春ですね。俺誰やねんいきなり出てきた俺誰やねん何か嬉しそうだな、凌介。そう言ってやるなよ、歩む。姑息に読みを認められたようなもんなんだぞ。お、視聴者さんが小鳥さん派になりますか。小鳥さん派ですか、小鳥ちゃん派になるんですか。いいですね、俺も小鳥ちゃん派なんですわ。ちげえよ。違うけど、あながち間違いじゃないかもしれない。えずきが小鳥さんのことを認めたかどうかはまだわからないけど、でも笑顔でいる二人を見ていると嬉しい気持ちでいっぱいになった。よっしゃー、ちょっと時間がちょっと足らんかったんで中途半端で終わりますけど、ここで終わります。小鳥ちゃんがこんなって言ってるけど、ちょっとこれ次回に回します。中途半端ですいませんね。セーブして、というわけで今回の勝利者インタビュー、小鳥ちゃん何かしたことありますか。あ、そうですか、アイス食べたいんですか。わかりました、アイス食べてください。はい、というわけで今回の箱庭の歌、今回で、ここまで、友情を育む青春っていいものですね。俺もちょっと中学校か高校のあたりでこの青春を味わいたかったね。皆さんも青春、まあ一度きりの青春楽しんでくださいよ。皆さんがいくつか知らんけど、大人の方もここにいるかもしれませんが、青春を楽しんでください。夏休みの間ですが、まあ十分楽しみましょう。夏休みの宿題、まあちゃんとやりますけど遊ぶことも重要です。というわけで今回もこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け